ではレッドアイをミルコ風で作っていきますね。まずはトマトジュースを入れていきます。このトマトジュースを入れたグラスの中にビールの泡を入れていきますね。こうすることで泡とトマトジュースが混ざり合うんですけれども、トマトジュースが重いのでしっかりと混ぜ合わせながら作っていきますね。こうすると泡の方にトマトの香りが移って柔らかい食感のトマトジュースを飲んでいるよ、そんな味わいになりますね。普段飲んでいるレッドアイよりもだいぶ優しい口当たりです。はい、お待たせいたしました、レッドアイのミルコ風ですね。はい、どうぞ。